ございます。自由民主党無所属の会、大西博之です。質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。今、大熊委員が質問をいたしましたけれども、私を入れて4名、大阪の議員が質問を続くということでございまして、2番バッターでございます。どうぞよろしくお願いをいたします。まずはじめに、天皇陛下のご退位に関しての質問をいたします。天皇陛下の退位の日程を検討する皇室会議について、12月1日午前9時から開催すると政府の正式な発表がありました。報道でも随分取り上げられまして、国民の関心の高さを感じるわけでございますけれども、近代、明治以降ですね、初めて50歳でのご叙位をされての退位でございます。日本ではいわゆる和暦、明治、大正、昭和、平成が生活の中に息づいておるわけでございます。私も昭和天皇陛下のご崩御の深い悲しみとともに新しい御代が始まることを感慨深く思った記憶がございます。印刷物などの事務的な問題とは別に、体操の例などはっきりとした、まあ、いわゆる分かりやすい区切りがない中で御代が変わる、この際我々国民の心の持ちようが大切だろうと考えております。即位の礼を区切りとするかもしれませんが、現在政府が想定している退位までのスケジュールおよび工程をお聞かせいただきたいと思います。内閣官房平川審議官。お答えいたします。天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、天皇陛下のご退位となる同法の施行日について、公布の日から3年を超えない範囲で皇室会議の意見を聞いた上で政令で定めることとしております。12月1日に開催される皇室会議では、特例法の施行日に関する意見についてご議論が行われるものと承知しております。政府といたしましては、皇室会議から意見をいただいた上で、それを踏まえて速やかに特例法の施行日を決定したいと考えております。天皇陛下のご退位に向けて準備が必要となる事項は、ご退位後の補佐組織、それにお住まい、元号の改正など、多岐にわたることになっております。これらの事項につきましては、現在宮内庁を中心に関係省庁が連携して検討を進めているところでございまして、ご退位日の確定後は所要の予算、組織等に関する具体的な準備を着実に進めてまいりたいと考えております。いずれにしましても、政府といたしましては、国民がこぞってことほぐ中で、天皇陛下のご退位と皇太子殿下のご即位がつつがなく行われますよう、最善を尽くしてまいります。大西君。ありがとうございます。国民、全体でも今上陛下の安寧と長寿を祈り、新天皇陛下のご即位をことほぐ機運を成就したいと思いますので、その観点からもご配慮をいただいて、つがなく工程を進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、この度の退位に関して、報道の自由は あると思います、実際。すでに、確定しているかのような報道が、情報が流れてきたことも多々今回ありました。私は大変、このことについて気にかかります。政府や宮内庁の正式発表より前に報道がなされた経緯などを政府は確認しておるのでしょうか、お聞かせください。また、確認したとすれば、今後、再発を防ぐ対策は検討されておられますでしょうか。平川内閣審議官。お答えいたします。天皇陛下のご退位をめぐりまして、さまざまな報道がなされておりますことは承知しておりますが、こうした個々の報道の一つ一つにつきまして、政府としてコメントすることは差し控えさせていただきたいと存じます。大西君。はい。そういう答弁だろうと思っておりますけれども、それでもなお今上陛下、新天皇陛下のことぐ内容でございますので、精密かつ、そして適切に国民にお伝えできるように、報道各社もよろしくお願いする次第でございます。続きまして、IR 実施法案がいよいよ提出に向けて、時期の調整など、段階にあると今、思っておりますけれども、そこで多くの国民が関心を捨てるギャンブル症依存症についての質問をさせていただきます。
私の地元大阪はカジノ誘致に今推進しております。しかし府民市民からはやっぱり心配の声があるんですよね。不安に応えるためにIR 実施法案の策定の前提としてやっぱりギャンブル等依存症対策基本法案、これは議員立法でございますけれども、ギャンブル依存症対策基本法案の成立があると承知しております。自民党公明党両党のギャンブル依存症対策検討作業チームでも法案の早期成立を目指す方針を確認しております。政府においては菅義偉内閣官房長官を議長としてギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議が設置をされました。2017年8月にギャンブル等依存症対策の強化対策を決定公表されたと承知しております。これは依存症の予防防止観点はもとより依存症になってしまった場合の医療回復支援策も盛り込まれております。そこでこの議論の概要と発表された強化対策のポイントを改めてお聞かせいただきたいと思います。内閣官房中川内閣審議官。ご答弁申し上げます。ギャンブル等依存症対策につきましては昨年年末の党委員会におけます IR 推進法のに関するご議論も受けまして、またそのに関する付帯決議も受けまして、政府といたしましては昨年12月末にご紹介のありましたとおり官房長官を主催者とする関係閣僚会議を立ち上げ、本年の8月末にはギャンブル等依存症対策の強化について取りまとめたところでございます。強化策のポイントといたしましては、まず安易にギャンブルなどに依存することを防止するため、本人家族申告によるアクセス制限措置や簡単にお金をかけられるインターネット投票における取り組みの強化、あるいは遊戯機の社交性の抑制などに取り組んでいくこととしております。またギャンブル等依存症患者が必要なときに早期に相談や治療が受けられるような環境を整備すべく、全国における相談治療体制の整備、お医者さんなどの医師等の人材育成、自助グループなど民間団体への支援を推進していくこととしております。さらに学校教育における指導啓発を推進するとともに、また多重債務等における相談体制の強化をも進めていくこととしております。政府といたしましては今後も国会と協力いたしまして、ギャンブル等依存症により不幸な状況に陥る人をなくすための対策をしっかりと実施していかなくてはならないと考えております。健全な社会を構築するため不断に取り組みを強化してまいりたいと考えております。よろしくお願い申し上げます。大西君。ありがとうございます。改めてお聞きしますと、多角的にしっかりと対策の検討をしていただいていることが分かります。これは大切なことでございますけれども、それにしたってきちんと実行してもらい、我々が常にその状況を確認していくことが大切だではないかと思っております。ところで日本においてはギャンブルの中でも特に、パチンコについて社交性が高く依存性が高いにもかかわらず駅前や繁華街に立地し、他の公営ギャンブルにもまして性別世代を問わずアクセスしやすいなど、依存症防止の観点からは課題が多いと、現在思っております。実質そうですよね。支給されたばかりの生活保護費や年金を握りしめてパチンコ店に向かうなどの話は以前から知られております。これまでもパチンコ依存症を防ぐ取り組みはあったわけでございますけれども、実際にどれくらいの効果があったかというと、これははてなですよね。私は残念ながら不十分であったと思います。具体的にどのような支援策があったのか、私は認識不足なのかもしれませんが正確には把握しておりません。今回の強化策でもパチンコ依存症を防止する取り組み、また回復へのさらなる支援などが盛り込まれておりますが、その内容についてやはり広く国民に周知しなければ十分な効果が期待できないのではないかと思うんでしょう、思いますけども、どうでしょうか。まずは安心パチンコパチスロアドバイザーの新設について取り上げたいと思っております。安心パチンコパチスロアドバイザーを全営業所へ配置を目指すとあります。アドバイザーの養成方法、活動内容や現在の活動状況についてお聞かせください。よろしくお願いします。警察庁山下生活安全局長。
安心パチンコパチスロアドバイザーにつきましては、本年4月から業界において開始をしたパチンコへの依存防止対策の専門員を営業所に配置する取り組みでございまして、業界団体が開催する講習会を受講した営業所の従業員等が営業所においてパチンコへの依存問題への対応を行うこととしております。講習会におきましては、パチンコへの依存の予防と対策、依存問題に関する相談の対応方法などについて専門家等による講義を行い、本年11月20日までに約1万2500人が講習を終了したものと承知をしてございます。現在各営業所においてパチンコへの依存問題を抱える人等に対して相談機関であるリカバリーサポートネットワークの情報提供や、客自身からの遊戯使用上限金額の申告に基づき過度な遊戯を予防する仕組みの紹介などの依存、問題対策を行っているところでございますが、今後こうした取り組みにおいて安心パチンコパチスロアドバイザーが中心的な役割を果たすこととなると承知をしております。大西君、ありがとうございます。ユナの答弁にもありましたが、営業所の管理者の義務として依存症対策を義務付けるということです。1万5000人いらっしゃるこのアドバイザーがどういう形で功を奏するか、我々見ていかないといけないんですけども、現在でも依存症対策には取り組まれていると承知していますが、そこで今回の強化策はこれまでとどう違うのか、例えば前日のアドバイザー設置など具体的な内容をお聞かせいただきたいと思います。山下生活安全局長。現在営業所によって依存防止対策の取り組み状況がさまざまであるところ、すべての営業所において適切な依存防止対策を組織的に行わせるため、 FA 適正化法施行規則に規定する営業所の管理者の業務に依存防止対策を追加をすると、こういう内容とする改正規則が本年8月制定されたところでございます。現在業界におきましては、ご指摘の安心パチンコパチスロアドバイザーの配置のほか、ポスター等の営業所内での掲示、営業所の広告への掲載等による依存防止に関する相談窓口等の情報提供や、過度な遊戯を行わせないよう客に対して注意喚起することなどの取り組みが進められているところでございます。今回の改正によりまして、現在営業所で行われている各種の自主的な取り組みが管理者の業務として位置づけられますことから、こうした取り組みが一層推進されるものと考えております。大西君。しっかりと実施していただき、IR が本来の意義ですね、日本が観光立国としてさらに発展するために一助となるような負の側面であるギャンブル依存症の予防防止に取り組んでいただきたいと思います。続きまして海洋政策に質問を移させていただきます。特に我が国の重要な領土である離島に関する政策について質問をさせていただきます。本年は一例を挙げると韓国資本に進出されている対馬などでありますが、有人実国離島元年として政府地方が一体となりまして、保全と地域社会の維持に関する施策を強力に推進しております。大変重要な取り組みだと思いますけれども、そこで具体的な取り組みと現状についてお聞かせいただきたいと思います。江崎国務大臣。お答えいたします。委員言われるように、国境離島は我が国の領海等の外縁を画する根拠となるものであり、その保全管理は領海保全等の観点から重要な施策であります。とりわけ有人国境離島地域は継続的に人が居住することにより、領海保全等の活動拠点としての機能の維持を図ることが最重要であります。このため本年4月にいわゆる有人国境離島法が施行されたところであります。この法律に基づき有人国境離島地域の保全策と国の行動機関の施設の設置のほか、離島であるゆえの不利な条件を緩和するため、地域社会維持推進交付金を新たに創設して、離島住民向けの航路航空空路運賃の引き下げや雇用機会拡充の取り組みなどの施策を講じております。
引き続き有人国境離島地域が有する活動拠点としての機能を維持するとともに、特定有人国境離島地域で転入が転出を上回るような関係省庁と連携して効果的な施策を講じてまいります。ありがとうございます。今の質問に関しますが、対馬において、仏像が盗まれた事件がありました。この仏像は現在韓国に持ち込まれておる、未だ帰ってきておりません。政府としては経緯は掌握していると思いますけれども、これはやっぱり仏像が返還に向けた取り組みをしていただきたいと思っております。まあ、これは質問しようと思っているんですけど、あと5分なのでちょっと走らせていただきます。この窃盗事件はニュースなどでだいぶと報道されましたけれども、背景にある韓国省の離島への進出などが情報が全国民全体に対して周知されていないというのも、これは問題だと思います。大切な領土に関する問題ですから、このあたりは国民全体の重要な問題意識として、もう少し広報に力を入れていただくように、これは要望をさせていただきます。まあ、領土主権対策の観点から見ますと、竹島や尖閣諸島をめぐる昨今の情勢は厳しい差を増しております。もはや猶予ない状況です。既成事実を作った方が価値であるかのような周辺諸国の動きがありますけれども、これは日本として今後も対抗していかなきゃならないことだと私自身思っております。どうぞ大臣もよろしくお願いする次第でございます。ちょっと時間ありませんので、すみません、走らさせていただきます。もう一つ、国益を守ることから我々の使命はございますけれども、そのことに関連いたしまして、これはこの一昨日からずっとニュースで流れております。特に私の地元である大阪市では大変、注目を集めているサンフランシスコ市議会、いわゆる従軍慰安婦像との碑文の民間からの寄贈を受け入れる決議を可決した問題について質問をさせていただきます。サンフランシスコ市議会が中国系の民間団体から像の寄贈を受け入れを決議し、同市李市長が22日に承認いたしました。悲しいことでございます。いわゆる慰安婦像は米国のみならず、オーストラリアやヨーロッパにも設置されているわけですけれども、今回は問題となっている米国について、米国全土で慰安婦像はどのくらいの数設置されているのでしょうか、お聞かせください。外務省清水大臣官房参事官。お答え申し上げます。慰安婦像ないし碑に関しましては、その件数について網羅的に把握することは困難ではありますけれども、アメリカにおきましては約10の像および碑が設置されていると承知しております。大西君。はい、ありがとうございます。さて、大阪市とサンフランシスコ市の姉妹都市は60年の歴史があります。一昨日の本会議で大阪市議会での自民党の行動が国益をですね、損ねかねないものだという趣旨の発言がありました。私は大阪市会議員16年務めさせていただき、大阪の自民党の一員として、まあ、今回印象操作された内容に非常に悔しい思いで議場におりました。国益を守ることが議員の一番の使命であり、私を含め大阪の自民党はそのことを負けた行動を決してしておりません。大阪市議会においては本年5月と9月にサンフランシスコ市議会に対していわゆる慰安婦像設置撤回を求める議決が否決となりました。言うまでもなく自民党と公明党両党の反対のためです。自民党大阪市議団も当然でありますが、いわゆる慰安婦像の設置は断固反対です。ではなぜ決議に反対したのか。これは本来政府が外交問題として解決すべき問題です。政府は国家外交としてサンフランシスコ市に対し2017年度市議会関係者などをアプローチして、今回もサンフランシスコ市長に対して拒否権を行使するように申し入れたということを承知しております。政府が解決に向けて取り組んでいる最中に地方議会が決議などの行動重要行動を取れば、それは国益を損ねると自民党公明党が判断した結果なんです。この行動について政府として見解をお聞かせください。堀井外務大臣政務官。ちょっとごめん、時間。
お答え申し上げます。まず地方議会における各会派の活動について政府としてまずコメントをすることは差し控えたいと存じます。その上で今回の慰安婦像のサンフランシスコ市への寄贈は我が国の政府の立場と相容れない極めて遺憾なことだというふうに考えております。そういった観点から我々としては政府としては政府としてはこのサンフランシスコ市長に対して24日までに拒否権を行使するよう申し入れを行ったところであります。ただ承認されたという報道は接しておりません。その点は大変遺憾に存じているところでございます。大西君。予測通りの回答で、大阪市に限らず一般的に地方議会の行動については承知しないということでございます。余談ですが、プザン港は大阪市の姉妹港、上海は姉妹都市、南京市は各省締結都市ということです。大阪市が今回の像の設置だけを取り上げて姉妹都市を解消するというのもなんか変な感じであります。さらに言えば国際行政間交流というのも市長が出す公文書というのは言葉遣い一つ一つが証言など大変、慎重に選ばなければならないはずなんですね。で、今回大阪市の吉村市長が送った文書本当に大丈夫だったんでしょうか。さて関連してもう一つお聞かせします。東大阪市は米国カリフォルニア州のグレンデール市と姉妹都市を結んでいます。グレンデール市にはいわゆる慰安婦像が設置されています。正論の11号でも取り上げられましたけど、大阪市が姉妹都市を回収したように他の地方自治体のこうした動きが広がっていくことがあるかもしれません。もちろん地方議会が地方議会としての意思の表示をすることを否定するものではありません。しかし外交政策として国益上非常に重要な分野において国の外交に弊害があるような行動をする場合どうなのでしょうか。私は問題提起の意味でも今回の問題を質問させていただいているわけでございますけれども、さて他の地方議会へ大阪市のこのような広がっていった場合、これは外交上影響は出ないのでしょうか。外交は一国の政府が多角的な観点から国を守るための行動、こうした繊細な判断が求められているような問題に関して国の外交の頭ごなしに地方自治体がそれぞれの主張を行動に移すことは外交上に影響が出ないか、これを問題視させていただいています。どうでしょうか。堀外務大臣政務官。お答え申し上げます。まず今後仮にこういったケースが生じればということについては仮定の質問についてはちょっと大変恐縮でながらお答えすることは差し控えたいと存じます。また地方公共団体間の個々の姉妹都市関係について私も直接コメントをすることは差し控えたと存じます。その上でありますが一般論として申し上げれましたら、地方公共団体が外国の地方公共団体と姉妹都市などの枠組みの下で交流を深め、さまざまな意見交換やそして相互理解、重なる交流が行われるということは大変有意義なことだと考えております。いずれにいたしましても政府といたしましてはこの慰安婦問題を政治問題、外交問題化させるべきではないという基本認識的な認識を踏まえまして、現地の大使館や総領事館を通じて上層的に情報収集を行うともに引き続き関係者に対して適切な対応を求めてまいりたいと存じます。はい、大西君。すいません。我々は都市間同士の友好を深めるために関係のある姉妹都市の問題、国家間の外交を混同してはいけないことが今の答弁で分かると思います。自民党大阪市議団、大阪の自民党、公明党の判断行動は国益を守るためであり政府と立場のと同じものであります。最後にはっきりと申し上げ私の質問を終わらせていただきます。すいません、ありがとうございました。以上です。